上、森岡駅は岩手県森岡市、本町通り3丁目にある東日本旅客鉄道山田線の駅である短式ホーム1面1線を有する地上駅。かつては2面3線のホームと森岡方に貨物側線があり、北側には木回し線とともに、現在の岩手県立中央病院の場所にあった旧日本専売公社工場まで引き込み線が伸びていた。駅の前後にある Y ポイントの名残のカーブにわずかに当時の様子を忍ぶことができる。なおこの引き込み線後に IGR 岩手銀河鉄道の移転前の本社が建っている。もともとは社員配置駅だったが森岡駅派遣となった後に無人駅となった。かつては立派な木造の駅舎とキヨスクがあったが窓口と待合室のみの小さな駅舎に建て替えられ無人化した現在は 新しい簡易駅舎となっている。無人化に伴い、県立中央病院に通院するために作った駅北側に通じる通路が閉鎖された。現在も展示ブロックが残っている。自動券売機や水道、トイレはなく、駅入口付近に自動販売機がある。駅前にはタクシー乗り場と月決め駐車場がある。駅周辺は住宅地である。 徒歩圏内に大学が2つあるためにアパートなども目立つ。森岡市の中心部にも、駅から徒歩10から15分程度と比較的近く、各種施設が揃っている。駅の北東から東側にかけての北山、名須川地区に多数駅の北側に、県立中央病院、個人委員も、多数駅前には、小さなロータリーがあるが、ここを発着するバスはない。周辺に、いくつか。 バス停留所はあるものの、駅にはそれらの案内は一切なく、接続もしていない。に設置されている。ありがとうございます。